新潟大学には五十嵐キャンパスと朝日町キャンパスの2つのキャンパスがあり、10の学部と5つの大学院、約1万2000人の学生が集う総合大学です。五十嵐キャンパスは8つの学部と3つの大学院のほかに、県内最大の蔵書数を誇る附属図書館や災害復興科学研究所などを有する緑豊かな落ち着いた環境です。朝日町キャンパスは医学部、歯学部、2つの大学院のほかに医歯学総合病院や脳研究所など優れた環境が整っており、国立の総合大学らしい新潟大学ならではの学びを実現しています。新潟大学は広大な越後平野に囲まれる恵まれた環境の中にあり、日本海側の地域から対岸のアジア地域に展開する地の拠点として存在しています。本学は自立と創生を全学の理念に掲げ、優れた教育と研究、さらに社会貢献を通じて地域のみならず世界の発展に着実に貢献してきました。このように本州日本海側ラインの中心に位置する大規模総合大学として、環東アジア地域を起点に世界の平和と発展に寄与することが全学の基本戦略の一つです。多様な教育と研究の機会を得ることができる総合大学、新潟大学において皆さんがタフでしなやかな人材として成長されることを私たちは全力で応援し支援します。